というわけで、今夜もこんばんは。今夜も、毎日、おしゃれかわいい、千秋さんのお時間です。というわけでですね、今夜もご覧になっていただきまして、マジ、あざます、あざます。こう、なんだろうね、しみじみと言ってみました。ねえ、いや、本当にね、今夜もご覧になってくれた君、もしね、目の前にいらっしゃったら、今日何の日か、知ってるかな？あの日っすよね。とね、思わせぶりなことを、言いたいっすね。ねえ、何の日って、まあ、バレンタインデーなんですけども。ねえ、いや、私こんなこと言ってるんですけども、前の日っていうか、これ、ね、今日付変わってるんですけども、ね、変わったぐらいの時なんですけども、すっかり失恋しておりまして。ツイッターさんのね、トレンドでね、今日だったんだっけって知りました。ねえ、いやー、やべえな。なんでなんですかね、前はもっとね、こう、なんだろう、ワクワクというか、そわそわというか、ねえ、してた気はするんですけども、すっかり失恋していたというね。いやー、ときめきなくした人類になっちゃったのか。そんな感じなので、ね、せめてですね、こう、動画内だけでも、ねえ、こう、バレンタインデー感をね、堪能していこうと。ねえ、出していこうと、いや、思っておるわけですよ。ねえ、やっぱりこう、季節ものというか、ねえ、旬のものは、やっぱりこう、楽しんでおかないと。ねえ、じゃないとこう、一年がね、すげえ勢いで過ぎていっちゃうんで、ねえ、こう、旬のものというか、季節のものにはもう、ね、こう、がっつり乗っていこうと、私ね、こう、ポリシーとして持ってるわけなんですけども、ねえ、なんすけども、すでにね、画面にね、見えてらっしゃるこの、私の今回のコーデ、拝見していただくと分かっていただけると思うんですけども、で、すっかりバレンタインデー失恋していたよコーデと、なっておるわけですよ。いや、私ね、今若干落ち込んでおります。まあちょっとね、前後してしまったんですけども、今回もね、私のこの、ね、コーデをご覧いただきまして、今日やっていこうと、まああれなんですけども、やっていこうと思っていることをね、こうやっていこうと思ってるわけなんですけども、すでにね発表してしまいましたので、今回のコーデについてのでお話をしていきたいんですけども、今回どんなコーデかと言いますとですね、いろいろ考えてたんですけども、結局バレンタインで失恋していたよコーデです。ねえ、失恋していました。そんなね、失恋していたよコーデなんですけども、今回ほぼほぼギフトさんでねいただきました、コーデで、コーデアイテムで、コーデしてみました。いやー、いかがでしょうか。で、本当にですね、最近ギフトさんの方ですね、たくさん本当に、いただいてるとか、いただけるようになりまして。で、本当にね、たくさんいただいておりまして、本当に、あざます。あざます。なんかここまで来たらもう、バレンタインデーなくてもいいんじゃねえかっていうね、私の中ではね。私の中でっていうか、ね、私のバレンタインデーもなくてもよくね、みたいなね。いや、そんなですね、ギフトさんでいただきました。コーデをね、ガン盛りしてみました。いや、そんな感じですね、いただいた、コーデアイテムを、ね、ガン盛りしてみた感じのね、コーデなんですけども、この画面をね、見てる君は、今回のコーデ、どんな印象をね、受けたでしょうか。こう思ったんじゃないですか。メランコリウムのアイテム多くねと。なんかメランコリウムのね、こう、アイテムを、本当にこう、比率的な意味で、ねえ、いろんな方からたくさんいただきまして、最近のね、先週さんって本当になんだろう、ガチャのね、更新が早くて、いろんなね、ガチャというかいろんな種類の、コーデアイテムがこうね、出てきてるわけなんですけど、こんな感じなんですけども、私がね、いただいている感じの中では、そのメランコリウムガチャが、ねえ、なんかすげえ人気だったんだなと、思うところなんですけども、なんだい、みんな、こう、心に闇、闇を感じているのかい？いやー、なんだろうね。現代日本の、現代日本のあれって感じでもないっすよね。こう、誰しも、やっぱりこう、通ってくる道というか、ねー、なんかこう、私もこう、もっとね、いろいろあれが、あれでこうでみたいな、ねー、こう、なんだろう、言わんとしてることは分かっていただけると思うんですけども、大丈夫ですよ。そんなあなたを、私は愛しておりますよ。ねー、もう今すぐね、目の前の君を抱きしめて、大丈夫だよと。はぁって感じなんですけど。別に、夏香さんにそんなことされたって元気出ねえし、なんかむしろやんなくていいし、みたいなね。そんなこと言うなよ。そんな感じなんですけど。いや、私もね、わかりますよ。私もね、愛すだけじゃなくて愛されたい。もっとたくさんの方に愛していただきましたですね。もう激烈人気なね、YouTuber さんだって、うはうは。ねえ、もうマインドも懐もポッカポカになりたいもんですけどもね。そんな感じなので、ぜひ応援よろしくお願いします。
で、そんな感じのね、今回いただきましたコーデスペシャルと、言った感じなんですけども、いや本当にね、メランコリウムのアイテムがね、こうたくさんいただきまして、なので計らずも、もうほぼほぼメランコリウムコーデですよ。なんかその中でも特にアイメイクがね、なんと UR アイテムなんですね。その送ってくれた方ね、ギフトアイテムってその被ったアイテムがね、送れるわけなんですよ、システム的に。なのでいただいてるアイテムっていうのは、いただけているアイテムっていうのは基本的にその方がこう2個引いたアイテム、2個以上引いたアイテムなんですけど、ね、2個以上引いたってことなんですよ。そうなると私が散々出なくねって言ってるその UR を2個以上当てた方がね、いらっしゃるわけですよ。いや、すごくねと。いや、ほんとなんか、強運すんやないかと。絶対ね、こう、今年、いいことありますよ。そのね、UR をね、くださった君も、ね、その他のアイテムをくださった君。そうそう。ね、そう、画面の前にいる、そこの君だよ。そこの君も、で、この他のアイテム。これもね、なかなかね、レアな品々。いや、私よりはね、全然運あると思う。で、そんなね、君も、絶対いいことありますよ。ね、それこそね、バレンタインデーなので、送ろうと思ってる、アイテム、チョコ、もうマインド的、これ絶対うまくいきますよ。というね、夏が先週大名人パート2がね、言っておりますから、ね、ぐいぐい行っちゃいなよ。そんな感じですね。今回のコールでした。さあ、今回もですね、もう例のごとく、ガチャっていきたいと思います。さあ、というわけでですね、今回もね、例のごとく、ガチャっていきたいんですけども、いやー、なんかね、いろいろこの、なんだろう、デイリーの、クエストというか、毎日やることをね、こう、こまめにやっていて、ぴったりね、なんと、ダイヤが1000個になりました。いやー、なんかね、気分がいいっすね。なんかこう、おっていうね。ねえ、なんかこう、お買い物を持ってったらぴったり1000円に偶然なったみたいな。ねえ、そんな気持ちよさを感じますけれども、早速ね、その1000ダイヤを崩してまいりますよ。いやー、しかしお札って崩すと一気にお金なくならないですか。さあ、今回増えているガチャはですね、恋するバレンタイン。そして、小鹿と枕目のクラフトル。枕目ってなんだろう。そして、ふわふわ冬の麺カフェ。いやー、このなんか麺の上着欲しいな。の3種類ですね。本当にね、ちょっとこう目を離すとね。おー。ねえ、いや、本当にね、ちょっと目を離すと、ガチャがね、めっちゃ増えてるんで、もうマジね、更新頻度、パネーなと思ってるんですけども。さあ、今回引いていくのはもちろんこちらですよ。恋するバレンタイン、本日終了。引かなきゃいつ引くんだみたいな感じありますから。ねえ、引いてまいりましょう。さあ、まず SR アイテム見てまいりますかね。バレンタインステージ。いやー、このなんだろうね、バレンタイン系の特別な立ち絵っていうのもなんか当たったた、あーでもアニバーサリーの時のゆめちゃんとか当たりましたもんね。あれ以来アニバー、もう1年ぐらい当たってないってこと？やべえな。いや、そうなるとちょっと当てていきたいかもしんないですね。そして、バレンタインコー。いやー、バレンタインコー。ねえ、なんすかね、コー君みたいな髪型結構好きかも。ね、男子の髪型ってどんな感じの髪型好きっすか？私結構アシンメトリーな感じのね、髪型の男子好きかもしんないですね。ねえ、なんかこう、ね、髪の長さもそうなんですけど、片側だけこうね、耳に上げてる感じっていうか、もうね、青井翔太さんみたいなね。ねえ、もうなんか青井翔太さんみたいなね。おーい！みんな！続きまして。ねえ、大丈夫ですかね？これニヤニヤしていただけてますかね？本当にね、チャンネル登録者さんをガンガンね、増やしていこうと。ね、張り切ってるわけなんですけども。いや、全然増えなくてね。なんか最近ね、心のどこかでもう増やすのよくねえかみたいなね。もう増えねえんだからよくねえかみたいなね。そんな悪魔の声も聞こえてくるんですけども。そんな諦めたらそこでね、終了っすよ。ねえ、もうもっともっと輝いてね、登録していただかないと。じゃないとこう、YouTuber って名乗れないですからね。ねえ、名乗れる日がいつか来てほしい。ねえ、今年中には名乗りたい。さあ、続きまして。ガトーフレーズ。いやー、チョコ的な赤っすね。なんかチョコ的な赤ってあるじゃないですか。なんか普通の赤とどう違うかって言われたらちょっとわかんないですけども、結構なんかチョコのパッケージに、ね、使われてる感じの赤ってなんか普通の赤よりなんかちょっと違くねみたいな。ねえ、感じありますよね。あの赤色ってなんていう色なんだろうね。これもなんか映ってる、ね、今左のキャラクターが着ている、服とまた違うので、進化したらまたポーズが変わるんですかね。ルビーカカオショコラって。いやー、なんかこういうボリューミーな
髪型ってこう、コーデすると映えますよね。今回ヘアスタイルがいいかな。ねえ、当たってくれるとすれば。当たってくれるといいな。そして、ショコラテソファ。これはケーキ、でっかいケーキじゃなくてソファってこと？いやー、おしゃれじゃない？なんかこういうインテリアにもなる家具っていいっすよね。ねえ、なんか機能性も大事だけど、やっぱり、こう、置いてて楽しくなるような、ねえ、アイテムっていいっすよね。最近私がこう、目にして、おっと思ったインテリアっていうとなんだろう。下にボタンがついてて、こう、電池が入るんですよ。で、カチッって入れると、全体がすげえ光る、大仏様の頭。ていうか、リサイクルショップさんにね、売ってまして、これすげえなと思ったんですけども、ねえ、ちょっと悩んで、ちょっと考えてからご用かなと、思ってきましたけども、いつに行ったら売れてるかもしれないな。残ってるかな。さあ、続きまして、ルビーカカオジュエル。いやー、素敵なアイメイクじゃない？いやー、素敵なアイメイクじゃないと思ったけど、なんかこう、つけてるキャラクターが瞬きしますね。ちょっと待って、アイメイクって瞬きしたっけ？したっけ？これ初じゃね？前にもありましたっけか？私は結構やってるはずなんですけど、初めて見ましたね、このアイメイクが動く、あれ。マジか。じゃあこのアイメイクがいいかな。いや、でもさっきの髪型も捨てがたいな。なんだろうね、もう当たったの前提みたいなね。そして、続きまして、ソリテルビタ、ソリテルビタということ？ポチッとな。いやー、なんかこれも、なんだろうね、素朴な感じというか、こう、純真な感じが出そうなアイメイクっすね。でもこっちも動いてるよ。あれ？今までのアイメイクも動いてたっけ？どっちだっけ？パルミエミディ。パルミエミディってなんだろう？いやー、私なんかね、結構名塚さんいろんなこと知ってますねって。で、いろんなとこで言っていただけるんですけども、いやー、こう考えるとね、知らねえことばっかりだなと思いますね。いやー、パルミエミディってなんだろう？そして、アソルティーサーキュラー、サーキュラー、サーキュラー？アソルティーサーキュラー。アソリティとサーキュラー別物っていうか、ね、こう、二つに分かれてる単語だと思うんですけども、どっちもちょっと存じないな。いやー、これだから検索中毒やめらんね。何かあればすぐ調べる男、なずかです。そして、プティーラブージュかな？いやー、そろそろ新しいリップ欲しいと思ってたんだよね。何、私の発言なんかこう女子高生さんみてえじゃね？もうマジマンジ。もう揚げぽよけ、そんなこといいわ言うのかな。ジャムクッキーパラソル。へえ、パラソルは今回はいいかな。あんまりパラソル合わせたことないっすね。ねえ、やっぱ雨の時期というか梅雨の時期にね、こうパラソル合わせたんやっていうのあるんすよ。もう、あんまりパラソルはいいかな。いやー、それパラソルって言えば最近面白い傘っていっぱいありますよね。なんか刀の形したやつとか、鉄砲の形したやつとか。ねえ、私が知ってるパッと思いつく面白い傘ってそのぐらいなんですけども、他にも調べたら出てくるのかな。なんかそういうなんか、ねえ、ちょっと雑貨系なアイテム。いや、結構ね、興味あるんですよね。続きまして、シャンテリーブラウス。いや、こういう感じのブラウスってなんかこう、合わせやすいんですよね。あれだったらブラウスがいいかな。そして、ビターな口時計。いや、なんか、この今映ってる、ね、キャラクターの、また手と違うんで、これも多分進化するんじゃないかな。そして、テンパリングパンプス。テンパリングって聞いたことあるな。いや、でも聞いたことあるけど、ちょっと意味知らないんだよな。やっべ、今回知らねえことしかねえ。やっべえな、知らねえことしかねえぞ。大丈夫か、俺。続きまして。いやー、本当にね、こう、コーデゲームさんやらせていただいてんのに知らねえこといっぱいいてね、これ大丈夫なのかな。続きまして、デコレートリボン。ねえ、もう私がチョコレートよ、みたいな。私がチョコレートよ、みたいなね。ねえ、大事なことなんで2回言いました。ねえ、私こそがプレゼントみたいな。ねえ、こうなんだろうね、リアルでやったらちょっと、こう、冗談というか、ジョークというか、ねえ、うわっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、私は、もうノリノリで、乗っかるタイプです。ねえ、なんかそのぐらいにこのノリの募集したいよね。そんな方は募集しております。続きまして。続きまして、キャドーリボン。いやー、おっきいリボン、もっと欲しいなと思ってたところなんですよね。いやー、リボンもいいなー。リボンかブラウスがいいっすね。そして、ジュエルハートネックレス。いやー、ネックレスはいっぱいあるんだよなー。続きまして、ジュエルリボンブレス。いやー、ブレスとかその手袋ってあんまりコーデしたことないっすね。いやー、なんかそれで前、こう手袋コーデしますって言った気がするんですけども、今回やってないっすね。まだ寒いしに、ね、手袋コーデしたいっすね。いや、というのもね、今日、
見たニュースさんで、和歌山県だったかね、今日24度か5度ぐらいだったのかな。なんかもうめっちゃ暖かくなり始めてね、みたいなね。ねえ、早くね、と。ねえって感じですけれども。ねえ、この動画を見てる君の地区によっては、ねえ、もうなんか今日、上着、アウター着てないよ、みたいな、ねえ、方もいらっしゃるかもしれないんですけども。いやー、2月ってもっとね、寒い時期なイメージあったんですけども、最近はね、そうでもないかもしれないです。続きまして、ラングドシャニーハイ。あれ？これ持ってるぞ。あれ？私、もしかしてこのガチャ一回引いた？あれ？もしかして一回引いてっかな？あれ？でも前違うバレンタインのガチャありましたね。そっちだったかな？あれ？どっちだっけ？ねえ、なんかこう前にも動画にしてたらマジごめんなさいなんですけども。ね、ちょっと定かではないので、引いてない程度でいきます。続きまして、ブラウンレースアップブーツ。いやー、なんだろうね。統一にやるのも何か意味が、あると思うんだよね。って言っといたら大丈夫かな。さあ、ブランアップシューズですね。いや、なんかこういう感じのシューズの茶色いやつをね、履いてらっしゃる方、結構お見かけしますね。ねえ、トレンドなのかな。さあ、続きまして、ショコラブランミニハット。ミニハット系も割と、なんだろうね、ドレス系とかに合わせやすくて、コーデゲームさん的には、ね、とてもいいっすよね。続きまして、フレーズオショコラ。フレーズオショコラ、あれじゃない、いちごをこう、フォンデ的にして食べるあれじゃない。ねえ、ちょっとそういうおしゃれなのは食べる。続きまして、ジュエルハートリボンピン。リボンピン。ピンもあんまりつけたことないっすね。ねえ、なんかリアル世界だったら結構、その、ピンをね、こう、おしゃれにつけたりすると思うんですけども。なんですけども、コーデゲームさんではあんまり、つけてないような気がしますね。ねえ、なんか帽子とかリボンついつけちゃうよね。続きまして、ハートほっぺ。いやいや、何度も言ってんすけども、チークとリップのアイテムは何個あってもいい。ねえ、何種類あってもいい。ねえ、こう全部が全部その細かく違ってるので。なので、こう細かい調整したいなっていうね、感じもありますので何個あってもいいですね。さあ、続きまして。デゴカップショコラ。いやー、最近なんかこうケーキしたケーキって食べてないっすね。てか甘味って言っちゃったよ。デザート最近食べてないような気がしますね。ねえ、私も主食がなんだろう、コーヒーとエナジードリンクなので、ねえ、最近食べてないですね。久々に食べようかな。そして、シャンテリーイヤードレス、ゴージャス。ねえ、なんかこういうゴージャスな大きいのをつけたらかっこいいかもしんないなって思うところあるんですけども、いやー、でもなんかこう、何かに当たって耳がビッていきそうで、ねえ、なんかこう、若干怖、いや、そんなこと考えたら、おしゃれできないのかな。さ、そして、マリアーチュ・ティペット。へぇー、ティペットってこの襟だけのやつのこといいのかな。いやー、ティペットも存じないな。やっべ、全然何も知らねえ。あたい何も知らない。さ、というわけでですね、今回も、ガチャを引いてまいりましょう。SR は何が当たったら嬉しいかな。いやー、そっか、背景見てなかったね、そういえばね。ベリーショコラトリー。いやー、背景も最近増えてないから背景でもいいかもしんないっすね。ねえ、もしくはこのボリューミーなね、髪型。ねえ、いや、ピンクい。マジピンクい。ねえ、ピンクいのってなんかこういいっすよね。まあ、髪型か背景かな。ねえ、アイメイクもちょっと気になるんですけども、今回は、で、背景と髪型がいいっすかね。R はブラウスか、キャドーリボンがいいかな。ねえ、いやー、どれかな。じゃあ回していきましょう。お、ヘッドアイテム。おっと、シャンテリーアドレス。めっちゃ可愛いと思う。やったぜ。いやー、なんか狙ってたアイテムではないですけども、こうね、コーデゲームさん内でこうイヤリングとかつけてもこうなんかつけてるみたいなね、感じも一瞬ありますからね。ゴージャスなこうね、イヤリングというかね、ピアス当たったのは良かったですね。そんな感じですね、今回もいい感じの時間取っておりますので、ここまでにしたいと思います。今回もここまでご覧いただきまして、マジ、ざーす。本当にね、よかったら、チャンネル登録、高評価、コメント等もぜひよろしくお願いいたします。特にですね、コメント等していただきまして、ぜひ、私と交流いたしませんか。一緒にですね、このチャンネルを賑やかにして参りませんか。そしてですね、チャンネル登録、まだじゃねっていう君、すでに入っていたとしても、もう一回入ってくれよな。それではですね、私はまた、次の動画、いやさ、次の夜にまた、お会いしましょう。お相手は、あなたの夜のお友達、私でした。それではまた、次の夜に